社長ママチャリが似合ってますね。でしょ。はい、皆さんこんにちは。レナです。ダカです。ディブログです。私たちは今日久しぶりにドイツパンを食べます。いいですね。久々です。なんか昨日こうインスタをスクロールしながら、はい、急になんか名古屋で新しいドイツパンのお店が出た。お、新しいお店？新しいと思うよ。半年ぐらい前じゃないですか、ドイツパンを食べに行ったのは。恋しくなってきたよ。恋しい恋しいドイツパンを今日は食べに行きたいと思います。はい、今日は自転車でちょっとツーリングしながら。そう、健康的だね。素晴らしいです。そう、はい、行きましょう。ここが今池の交差点です。ドンキがあって菊草郵便局があります。何ツアーなの？今池の中心だね。ツアーガイドですか？皆さん、名古屋で金髪の女性がママチャリに乗ってたら、それはレナ社長です。いや、他の金髪のママチャリを乗ってる人がいると思うよ。レナ社長の可能性が高いのでぜひ声をかけてあげてください。はい、そうだね。どうしましたか社長？もうこの道にあるよ、まっすぐだけ。もうすぐ。お、着きました。めっちゃ可愛い。ニコラブレッドさん。そう。じゃあ自転車止めましょうか。お、ビールもあるよ。外観おしゃれだね。なんかヨーロッパのかわいいお店って感じ。ね、お、混んでる。混んでる。この生ハムとモッツァレラチーズのパニーノと。あっちに書いてあるクラムチャウダー、はい、一つとジンジャーエールの辛口と、バタープレッツェ。今いろいろバカみたいに注文して席に座りました。ここから見ると本当にお店の雰囲気がめちゃめちゃ良くて、多分結構古い建物を全部リニューアルした感じでしょ、ね。なんかこうめっちゃ分厚い木がこう、そのヨーロッパに来たって感じするよね、雰囲気。そう、コテージみたいな感じじゃない？ああ、そういう、まああるかもね。でこのメニューに、まあ、メニューがそこまで大きくないけどコンセプトが書いてあります。コンセプト教えてください。はい、オッケー。じゃあ読んであげます。読めますか？わかんない日常のちょっと贅沢を味わおうという。いいよね。いいね。ニコラブレッドはイタリアンオーナーシェフの岩田直人さんが世界中の美味しいパンをセレクトしてプロデュースしたちょっと贅沢な大人のパンをセレクションショップです、のセレクトショップですということです。読めました ね, ね。でそこからあの4つのコンセプトがあって、イタリアンシェフが作る他では食べられないサンドイッチ、パニーノ。パニーニとパニーノの違いわかる？わかんない。最近学んだ。違うの？日本人パニーニだと思ってるかもね。そう。アメリカ人もみんなパニーニだと思ってるけど、パニーニは複数、パニーノが1個。あ、そうだね。だからここが正しい。1個を注文するからパニーノを注文する。2つを注文するならパニーニを注文するよ。皆さん勉強になりましたね。イタリア語講座でした。オープニングの時に嘘をつきました。ドイツって言ってたけど、ここはゴリゴリイタリアンのパン屋です。でもプレッツェだったから。そう、あの、まあ、コンセプト1に書かれてるようにヨーロッパの美味しいパンを、そうだね、あのセレクトしてるから、ちょっと贅沢なパン屋さんって感じだね。うん、中の雰囲気も。でまたお待たせしました。生ハムの、はい、はい、カムチャウダーでございます。はい、あ、こちらです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。インブレッドチャウダーだよ。クラムチャウダー。Yes. すご
溢れてるもんね。めっちゃ美味しそうだよ。なんかこれカリカリだよ。それも。おめっちゃ野菜いっぱい入ってる。わいいね。あつあつ。味が。めっちゃなんか本番的な味。あ、これもカリカリ。うわ。ヨーロッパみたい。よかったですね。最近帰れてませんので。もうちょっとドイツ語喋って。ドイツ。ヒコメハウスドイツ。だっけ？ランチ。そうそう。だったらなんかヨーロッパにいることをイメージできるかも。本当に具がめちゃめちゃたくさん入ってて。で野菜だけじゃなくてクラムチャウダーがアサリがでできてるんでしょ、うん、だからアサリもたくさん入ってて本当にもうなんていうかな濃厚な味がするクリーミーでめちゃめちゃ美味しい。あと熱い。お蓋食べていいですか。ダメだと言いたいけどこのクラムチャウダーを乗っけて音がいい、うん、パリパリで、こっちにバターとガーリック塗ってて、このクラムチャウダーと相性抜群。じゃあ返してください。こっちカリカリ、クラムチャウダートロトロ、うん、はい、返してください。熱いね、本当に。でもそうでもめっちゃ濃厚じゃん。そうそう、このクリーム、ね、やば、うまっ。ちょっと交換する？ね、うん、え モッツァレラと生ハムのパニーノ見て、すごくない？めちゃめちゃ量が多いよね。生ハムの量半端ないんだけど。いただきます。うん、うん、どうですか。具沢山で、でバジルの風味がパーンってきて、でその後に生ハムの香りも口に広がって、でモッツァレラチーズも最後にこう香りが来るから超美味しい。じゃあ私もタカのパニーニちょっと食べ、パニーノ、パニーノちょっと食べてみる。うん、これも本番イタリアの味だよ。あのフォカッチャみたいなパンに、うん、ちょっとふわふわしたパンだね。そう、あのトマトとハムとモッツァレラチーズとそのバジルのソースの相性がなんか一個にまとまってるよね。ザ・イタリア。いっぱい入ってるけど、うん、全部がうまくまとまった味になってる気がする。めっちゃいい食べ方を見つけたよ。このパンの中のめっちゃ柔らかくなったパン全部のスープをなんかこうスポンジみたいに吸い込んだ。社長、ビール来ましたよ。イタリアンビール、モレッティ、うん、聞いたことない私。パカは俺も飲んだことない。うわ、うまそう。お、注ぎ方上手だね。ゴールド色のモレッティ、いただきます。めっちゃ美味しそう。いただきます。あ、さっぱり。なんかフレーバー強いこんな取り直しもう酔っ払ったかもしれないなんかさ、フレーバーがすごい強いのかなと思ったらすっごいさっぱり。うーん、イタリアンビールそんな感じなのかな。あー、モレッティさっぱり。お昼からいい感じだね、これ。美味しい。アルコール度数 4.5%。 普通だね。このラベルも可愛いよね。そう、あれマフィアの人かなかもしれない。見えないあ、でもなんかこれだとグビグビいっちゃいそう。タカはビールいつもグビグビいっちゃうよ。あー、うん、まあ、なくなっちゃった。もう一本いかなきゃいけないかもね。ダメダメ
このやり方が正しいか分かんない。めっちゃ美味しそうじゃない、うん、もう本当に全部吸い込んだから。吸い込んでるもん全部パンが。うーん、だからこれさ、外側はさちょっとカリカリでさ、内側がさクリームクラムチャウダー吸い込んだスポンジになってるから。もうこれのためだけに来てもいいよ。うん、それぐらい美味しい。ハニーノとビール。相性がいいかな。絶対うまいでしょ。だってこれバジル香ってるから。チンチン。はい。うわ。なくなっちゃったね。うま。ちなみにイタリア語で乾杯がチンチンです。です。今別に卑猥な言葉言ったわけじゃないです。ドイツのパン。来ました。プレッツェル。パン。ちょっとかじったよ。さっきサムネイルを撮るためにかじった。待ちきれずにかじりましたよ、プレッツェル。いや、このね、プレッツェルの重要なポイントはこれなんですよ。塩がちゃんとなんかザラの感じで。ザラメの塩が大きめに乗るっていうのがポイントなんですよ。そう、日本でよくプレッツェル置いてあるけどなかなかこうやって ね、ないんだよね。でも一番美味しいところはここだよ。ここになんか、なんかの理由で塩がない。バタープレッツェルだからここに穴が開いてるよ。あ、そうなの。で、そこにバターをこう、あ、そうやってやってんだ、プッシュしてんだ、そこに。初めて知った。多分日本で食べたプレッツェルはこれ一番本場に近いと思う。素晴らしいじゃん。うんうん、うん、やっぱ塩が効いてて美味しいね。バターと塩のマッチングやばいね。あとはこれもドイツにありますよ。プレッツェルクロワッサン。ちょっと固めのクロワッサンってことかな。硬くないよ、全く。うん、全然硬くないそう、そのパリパリサクサクふわふわなクロワッサン。そう、ドイツの食べ方は、マジで、マジで。これ何、カプチーノ。カプチーノにプレッツェルクロワッサンをディップして食べるの。まあ普通のクロワッサンでもいいし、めっちゃ横着するじゃん。チョコのクロワッサンでもいいし、これはあのココアでもいいし。行儀が悪いって怒られるよ、コメント欄で。牛乳でもいいし。でもうまそうね。これがヨーロピアンの本場の食べ方らしいですよ。日本でやるときは気をつけましょうね。周りから変な目で見られる可能性あるので、を隠しながらやる。もうお腹いっぱいになったけど、タカがデザートが欲しいと言ってたから皆さんなら分かると思いますけど絶対出なしゃそうだよ。そうかな。俺デザート人生で一回も行ったことないよ。いや、タカがこれを買わないとダメよって言ったから。でも美味しそうじゃない、これ。めちゃめちゃ美味しそうなレモンタルトを購入しました。で、私たち2人ともレモンタルトがあるときに必ず注文する。めっちゃ美味しいよね、レモンタルト。世界一周とかでもめっちゃ美味しいレモンタルト食べたことある。バリ島でめちゃくちゃ美味しいレモンタルトを3日連続ぐらいで食べてた。めっちゃいい思い出。じゃあこれを贅沢にこうスパッと、おお、いい感じ。あ、いい感じ。お、いい感じ。いい感じ。見て見て、うわ、よくない？中にこれカスタード、カスタードじゃない、レモンだよ、アホ。レモンカスタード、レモンクリーム、レモンクリームにふわふわのメレンゲみたいなのが乗ってメレンゲ、そうそう。で、上をちょっと焦がしてて、うわ、めっちゃ美味しそう。で、さっぱりでうまいんだよね。これは美味しい。いいですか。これも欲しいです。
切ってちょうだい。ちょっとタカが人生でデザート食べたいと思ったことないらしいから、全部私のものだと思ってて、うわふわふわ、そう見てください、このふわふわ、はい、落ちる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 、あ、よかった、うん、うまでしょ。いや、ここねふわふわなんだけど、このタルトの端っこがカリカリになってるから食感がうまいし、でレモンのさっぱりした感じ、このお腹いっぱいの中でもデザートとして食べれる爽やかな香り、最高です。よいしょ、食べました。めっちゃ美味しかったです。あとパンを買いました。お持ち帰りのパンをいただきました。あの、私いつもパンを大量に買って、それをスライスして冷凍して食べたい時にこうスライドを1枚ずつ出して、そうだね、焼いて食べるのが私のおすすめです。やってください。ということで、ニコラ・ブレッドさんのお昼ご飯ランチ、ぜひ名古屋に住んでる方おすすめです。今池と池下の間ぐらいにある。私たちはこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。